はい、皆さんこんにちは、ドットコムドットコムです。レッドDS実況ペーパート24です。さて、まあ前回はちょっとここで一旦切りましたけれども、まあ、イベントが入ってしまうのでここで切った形にさせていただいてます。で、今の状況なんですけれども、まずヒーグとピューマを入れ替えました。っていうのも、まあヒーグ博士の MP がまあ減ってきたっていうのもありますし、ピューマ君が回復してきてますし、ピューマ君の方が、ヒーグ博士の方が一番レベルが、レベルじゃないな、コールを除いて一番レベルが高いのが彼だったということで、まあ入れ替えてます。で、カードなんですけれども、どうなってるかというと、こうしてます。もうほとんどコールを持たせてます。っていうのも、まあ実はちょっとした事情があるので、まあ、あえてコールにいろいろ持たせてるんですね。コールが持てない分はちょっと今レーンを全部仮として持たせてます。はい、じゃあ行きましょう。でもレイモンの家ってどこだっけ、本当にどこら辺じゃないんだよな。 あ、そっか、まだ、おお、ここで会うの、めんどくさいな。さっさと買っちゃおうか、それともカットしようかな。そうか、さあこの下か。じゃあイベント行きますよ。なんか見たことあるキャラ多いですね。ここはそうか、確かに人数が多いな。どうしたものか。私は可燃性の薬品を持っている、それを使って海の火に火をつけて。だからさ、それ科学者のやることじゃないでしょう。カードを焼くか。今カードになってんのって竜じゃないのかな。どれどれ、あ、本当だ、あ、本当だって言って、なんか平然と言ってますけどね。まあコールからしたら衝撃ですよね。はい、これは紛れもなくアレックスです。コールくん、アレックス、コールじゃないか。いいか、お前の今受け取ったものは悪だ。街を破壊し、俺たちを危険にさらすものだ。どういうことなんだ、アレックス。コール、あのな、俺たちはサイリス様のためにこれを使って空を遮るものを壊さなければいけないんだ。お前は感じないのか、サイリス様を助けなければいけないという声。そんなものは聞こえない、何も感じない。今すぐにそれを捨てろ。ダメだ、今の俺の一番はお前じゃない、サイリス様なんだ。邪魔するなら傷つけるよ。近づくでお前を黙らせる。な、アレックス、俺を、敵だ、サイリス様の敵だ。竜族の念任せたくな。コール、勝負だ。はい、っていう風な感じなんですよ。やっぱアレックスの行動力早いな。実はこういうこういう状況だったので、あえてコールに全部カードに持たせたんですけれども、実は結果は分かってまして、正直無意味です、こんなことやってるのは。強い、全然ダメージ食らってませんね。今930ってありましたけど、どうしようかな、次はアップにしてみるけど、どうしてあんなにしか、そんな程度か、コール。アレックスやめてくれ、目を覚ましてくれ。体力が少ないな、気づいたら。もう間に合うかな。おーわー。コールのエネルギーが少ないから、対してやる必要性もあんまりないんだけど。特にこの球で、特に。むしろ無駄ですもん、本当に。この曲名って何だっけ、ドラムの範囲だっけ、人狼神さんが作った曲ですけど、体力減ってんの、本当に減ってる気がしない。まあこの戦闘もいいんですけれども、アレックス体力食らって、ダメージ食らってね。まあ結果見ても分かりますけど、まあ、そこんな感じなんですよ。
時間かかったかな、結構。なんだ、コイルって案外弱いね。俺の方が強かったみたいだ。お前が一番だっていうのは取り消すよ。コール君。仲間、火沸かせと、あとは誰だ。まあいいや。みんな、あいつらは敵、あいつらは敵だ。カードを安けてしまうんだ。さあ、今何が起こったかは、初めての方はもしかしたらわからないかもしれませんけれども、この後説明があります。どういうことなんだ？なぜ奴が俺たちのいないところへ落雷を放ったんだ？私がやったんだ。私が持っていたアグアリウムのかけらをあの瞬間に地面に叩きつけて煙状にした。アグアリウムの光る煙は、それがつまりグリーンリレイです。気持ちを伝えることもできる神秘の光だ。それを使って私が幻覚を見るという気持ちを連中に伝えたんだ。すいません、ほんと喉痛いですよ今日。さすがグリーンリリースの第一人者。しかしそんな簡単にグリーンリリースを人工的に起こすことができるとは。握力があれば握りつぶしても起こるほどの小さな自然現象だ。それに雪崩という大きな自然現象と関わることで巨大に。とまた職業引きが出てしまったな。気にすることはないわ、博士ってそういう人だから。とりあえずそんな大切な研究材料を壊してまで助けてくれてありがとう。振り向いてるかツンデレなのかな、つくづく思うんだけど。何、こんな鉱石くらいアグバ鉱山に行けば山ほどあるさ。ただし私が山を閉鎖しているから一般のものは手にすることはできないんだね。それよりもどうするの、あんたの親友って竜、敵になったみたいでしょ。ああ、わかってる。どうしてこうなったのか、おそらく奴らが配っていたカードに関係あるんじゃないかと思う。すいません、今間違ってエクソしてしまいました。正気を失った奴らはみんな落雷のカードを持っていた。でも私もそう思う。あの人たちサイリス様とかって言ってたけど、それってカードを配っているガルード社の社長のことじゃないかしら。ガルード社、聞いたことないですね。カードを人工的に救うことを目的とした研究グループのことだ。昔グリーンリリースのことで社長に声をかけられたことがあった。あまりにもバカバカしい依頼だったからすぐに断ってしまって名前は覚えていないが、この異常事態に関わっている可能性は高い。あそこの社長は何をしてかすかわからないからな。そうよ、あの人たちもともと変なのよ。会社の社員は ほとんど兵隊みたいな格好をしてるし、会社の中で危ないことしているらしいし。ただし人工の攻撃カードの製造に成功していたと。落雷のカードか、見慣れないと思っていたが、そうか、人工的に作られたものだったのか。そのガルード社とかいうところがカードを配って街を破壊しているんだな。絶対そうよ、そうに決まってるわ。アレックスまでおかしくしやがって、絶対に許してやるものか。ガルード社行こう。サイリスとやらを捕まえてこの異常事態を元に戻させるんだ。アレックスを取り戻す。私も手伝うわ。町を取り返さなきゃ。大道芸も続けたいし、少し難しい話だが、動かなければこのままだからね。私も行くとするよ。何かの役には立つだろう。アレックスの心を奪ったのはサイリスだ。サイリスのところへ行くぞ。さて、レイオンの家に来ましたけども、じゃあちょっとここでパートは切りましょう。でセーブポイントはこっちか。ちょっと待って、今どうなってんだっけ。回復してんじゃん、もう。じゃあ回復の意味はないですね。じゃあちょっとレイオンの家を探索します。リプルの雫ん、あ、これ持っていっておこうと。何に使うんだそれ。ドラゴンネグルを手に入れた。なるほど。で次はここか。オリフォン手羽先、なんかキッチンのところに手羽先結構あるな。でこれか、白い海と竜の物語4。彼女には子供がいたが、その子供も彼女と同じように白い海を恐れることはなく、目を輝かせて海を眺めていた。毎日のように続く時を彼女と子供は幸せに過ごしていた。はい、第4巻揃いました。はい、じゃあここで一旦切りましょう。
はい、じゃあ、レッドリレース実況プレイパート24はここでおしまいです。じゃあパート25からガルード社へ向かうと思うんですけど、多分ガルード社へ向かうだけでパート終わるかもしれません。いや、わかんないけどね。はい、ご視聴ありがとうございました。